へその国から23ブルーリッチ。この番組は富良野市の提供でお送りします。さて今日も始まりました、へその国から23ブルーリッチ。お送りしますのは地域おこし協力隊町田と鈴木です。よろしくお願いします。はい、ということで8月の試合結果を皆様にお伝えしたいと思います。はい、8月2日、南平野町湖畔球場で行われました試合です。7対2で富良野ブルーリッチが勝ったということで、この試合先発安井が5回1点、まあ、コートを見せ、中継ぎの投手陣が、まあ、なんとか1点で抑えて勝ったっていう試合でしたね。そうですね、8月の一番最初の試合で、まあ、継投で勝てたっていうのは、はい、結構大きな勝ちだったんではないかと思います。そうですね、本日も沢村投手が来てくれているので、この試合も沢村投手投げてもらったので、まあ、ちょっと感想を。まあ、そうですね、投げる前にその時もちょっとだけ緊張してたんですけれども、まあ、先輩の、松本さんにバッターって3割打ったらすごいんやで、でもお前が投げてる時にその3割はこんわって言われて、ちょっと勇気もらって力投しました。いいですね、先輩の松本投手が田村のメンタルを立て直してくる優しい言葉をかけてもらったということで、はい、そのおかげで抑えれたと。そうですね、でもこういう継投で勝てるっていうのも一つのうちの強みでもあるので、はい、沢村投手もどこで登板するか分かんないですし、チャンスなのかピンチなのか、どこでもメンタルはぶれないように課題はメンタルということ で, で次が8月の12日芦別市民球場で行われました旭川ビースターズさんとの試合、6対6で、まあ、ここは引き分けだったと。まあ、この日は安井投手が3回途中6失点ということで、まあ、珍しく捕まって打たれてっていう形でしたが、その後小川投手が頑張ってくれて8回までずっとゼロを並べるということで好投を見せてくれました。そして次の試合が8月13日、この週は連戦になりました。旭川ビースターズさんと芦別市民球場にて行われました試合です。この日も2対2と連日の引き分けということで。そうですね、同じチームに2度引き分けるという珍しい展開になってしまいましたけれども、旭川ビースターズさんも普段のブルーリッチも、まあ、ピッチャーはエースが投げ合ったということで、まあ、締まった試合にはなりましたよね。そして次戦が1日明けて8月15日になります。芦別市民球場にて行われました砂川リバーズさんとの試合です。でこの日は4対1で敗戦ということで、得点が1点しか取れなかったですね、この時は。で8安打打って得点が1点ということで、まあ、安打があまり得点に絡まなかったっていうところ、残念がすごく多かったなっていうのが印象的でしたね。まあ、流れ的にはあまり良くない状態で8月、20日、20日挑みました深川市営球場で行われました砂川リバーズさんとの試合は8対0で、まあ、快勝ということで、この日投手は吉田投手が初めての完封勝ち。そうですね、初めて完封ですね。あの強力の砂川打線を、はい、リーグ1の打率を誇る砂川打線をなんと0点に抑えたということで、さすが富良野のエースっていうところで、はい、いい勝ち方ができた試合でしたね。本当にエースが投げるときはやっぱ打撃の援護しっかりして、こういう勝ち方したいところではありますよね。まあ、攻撃も、序盤で6得点初回に、まあ、エラーが絡んだものの2点取れて、まあ、その後で3点取れて、で3回には前山選手のホームスチールが決まり、もう流れは一気にブルーリッチの方にっていう形でしたね。そうですね、ホームスチール年に1回あるかないかな大博打に出た町田監督でしたけれども、まあ、ラジオのお聞きの皆さんもインスタなど見ていただければこのホームスチールシーンが見れると思いますので、なかなか独立リーグでもめったに見ることがないという単独ホームスチールで見事決まったということで、もう一気に試合の流れが決まったっていう素晴らしい試合でしたね。はい、まあ、これも、まあ、走塁の時には常々そのホームスチールのタイミングとかを言っていたので、まあ、確証が持ってサインを出せたかなっていう、まあ、それに応えてくれた前山選手は本当にいい選手だなと
思います。最後8月最後の試合になります。8月26日に、行われました品川リバーさんとの試合は、5対4フランブルージャー勝ったということ で、 そうです、ね、逃げ切り勝ちですね。2連勝、ここで2連勝ですね。砂川、はい、トップの砂川さんに2連勝ということで、この日は先発が、ゲストの沢村投手、はい、結果が7回2失点です。お、はい、素晴らしい、今季最長の7回を投げ切ったということで、ここがやっぱ沢村龍太が成長した試合とも言えるんじゃないでしょうか。そうですね、選手もよく言ってましたね、うそうやってですか。逆にチームがびっくりするぐらい沢村龍太が7回を投げたとどうでしたか。いや、この試合は立ち上がりがちょっと悪すぎて、これ言うと監督はいつもやろって言うかもしれないですけどでも、まあ、点取られたのもフォアボールからボーク挟んで2、3塁になってタッチアップで、アウトは取れてるけど点入って、で2点目もピッチャー、まあ、ピッチャー前の強襲っぽいセンター前のヒットから、まあ、ランナーが出てフォーク、もう僕の必殺技なんですけどフォークを投げてちょっとワイルドピッチ、ちょっと手前にワンバンしてこうベンチにボールが入ってですね、タイトルボールにプラステイクワンベースで、まあ、2つ進塁されてホームイン。そうです、そうです、ありがとうございます。そうですね、こう打たれて点は入ってないけれども自分で首を絞めてるところがやっぱ自分のまだ甘さが出てるなっていう、そこがもう少しできるようになれば関東完封も夢ではないっていうところまで来てるのではないかと、うん、そうですね、うん、ぜひ今シーズン中には一度ぐらいは関東完封ノルマとしていけそうでしょうか、はい、いやもちろん目指すところはそこなんで。そうですよね、はい、あのブルーリッジは必ずもう一番最高を目指すという信念がありますので、もちろん沢村龍太は必ず完封してくれると思います。頑張ります。まあ、9回投げさせるかどうかの監督のそうです、はい、僕次第ではあるので、はい、でこの試合は打撃がすごく良かったですね。2番の阿部選手、3番の芹田選手、4番の村瀬選手が、まあ、3連打が2回で、出塁も含めると、まあ、あの3連続出塁だったっていうのが、そこはすごく大きく機能したんじゃないかなっていうふうには思います。そうですね、この2連勝で一気に砂川リバーズさんとの試合ゲーム差を2まで縮めたっていうところですね、はい、うん、ここでもう優勝が見えてくるのではないかっていう射程圏内に来たっていう大事な試合でした。はい、で今夜は9回にあの前原選手が連続ダイビングキャッチをして勝ちを収めたっていう。そうですね、このシーンもインスタなどでぜひ見てもらいたいシーンでファインプレーですね。要はあれ取ったなっていう感じですよね、打球が。いや、すごかったです。で8月の合計が3勝1敗2分けということで、8月終了時点では12勝12敗3分けでやっとイーブンになった。で9月はあの8月にできなかった試合が多分多く入ってきて、9月が一番試合数多くなるかなとは思うので、やっぱコンディション管理とか系統とか投手起用に関してはやっぱすごく大事になってくるかなとは思います。鈴木さん、打撃の方どうですか。そうですね、まあ、春からやってきた爆発力というところで、まあ、常にビッグイニングを狙うというところで、まあ、最後の方の8月9月ここでもう一気に富良野のスタイルを見せつけようかという段階に入っているので、見ている方も楽しめるようなフルスイングを貫いてほしいと思います。そして最後はもちろん優勝で締めくくります。はい、まだホームラン1本もないですもんね。そうですね、そこがまだ課題ではあるんですけれども、まあ、最後の最後でホームランは必ず出しますので、ぜひ球場を見に来てください。ということで最後、沢村投手9月に向けてピッチングの方の意気込みをお願いします。そうですね、やっぱり今富良野のスタイルがノリに乗ってますんで、打撃はもう野手のみんなに任せて、こう守備で、攻めの守備でいけるように全力投球でやっていきます。よろしくお願いします。伝家の宝刀フォークが決まることを祈っておりますバカにしてますか